こんにちは、黒今日です。実は、この間、突然、老人にぶん殴られました。いや、意味わかるんすよね。僕も意味わかりません。<laughs> あれ何だったんだろう。その時、帰宅途中で、人通りがすごい多い道で、もう人が道ちだったの。道道の道。ん逆じゃないぞ。そんなところでさ、老人が道端でかがんでんの。なんだこいつよと。邪魔くせえなと思いながら、ま、すっと避けた。その同時に、老人が後方確認もせずに、急に、かがんだ状態で、くるっと振り返って、僕の懐にダイブしてきたわけ。うんってなるじゃん。でも早く帰りたいからさ、その場をさっさと去ったわけよ。そしたら、急に右腕に衝撃。 え、何ってなるじゃん。振り返ろうとしたら、また、爆死コーンって殴られたわけ。困惑しながら振り返ったら、さっきの老人がいてさ、なんだよ、やめ急にって言いながら、近寄って行ったらさ、ちょっと逃げようとしながら、お前が謝罪しないのが悪いんだよ、って、ぼやってるわけよ。こっちは、うっすって誘釈したし、お前はそもそも何も言わなかった。それにてめえが道の真んなから邪魔くせんだろ、ファン みたいなことを言ったんですよ。怒鳴り散らかし、ガン詰めの始まりね。僕が悪い要素ないしね。したらどうよ。自分の不注意でぶつかって、自分が殴ってきたくせに、僕が反論してくるタイプ。そうと分かった瞬間、助けてください、助けてくださいって、めっちゃ被害者ずらしながら道端で叫ぶんだよね。ペペ、マシュマシュ、こちら被害者。なんで加害者みたいな扱いをされてるのでしょうか。もうこいつ絶対逃がさねえと思って、首猫掴んで、手はげんじゃねえ。助けてください、助けてください、逃げんじゃねえ。みたいなそんな攻防を道々の道で繰り広げることにやったんですけど、いや、世間冷たいね。人間じゃねえよって言いながら、通行人ね、あ、すみません、百十番お願いしますよって。言っても 無視。ただの観客ね。ただ一人ね。僕が殴られた瞬間見てたお姉さんがいて、少年だって思って。すいません、お姉さん。お願いします。ついてきてくださいってずっとお願いしたわけ。やめんにけんじゃねえ助けてくださいってててげながらねついいてきてくれたの <laughs> いや、本当に優しい。ありがとうございます。そのお姉さんがね、百頭0しましょうかって通報してくれたわけ。何が一番イライラしたかって、警察待ってる間だよね。そいつがさ、ポリスを呼ばないなら謝る。呼ぶなら謝らないって言ったわけ。あ、オッケー。血の果てまで追い詰めるって決めました。ポリスが来たら来たらで、あの、謝るので、俺は悪くね。俺がしゃがんでた。こいつが みたいな。ぶち切れしかも全然会話にならんし。しまいにポリスメンも、イエスカロードイエスカロード答えろせめえわって切れてて。え、あ、そういう切り方するんだよ、ポリスメ。は <laughs> はって。めっちゃ面白かった。ま、あ正味これはちょろい話で、相手杖っていう狂気使って殴ってきたんで、証拠さえあれば、略称です。じじ。通行人の人に動画撮ってくださいとかも言ってたんですよ。撮ってくださってお姉さんがいました格言入りましたクイーンクイーン協力してくださってお姉様方には、その時、リンツ持ってたので、ちょっと、おすまきして <laughs>、ありがとうございますって。え、本当に助かったな。男より女性の方がこういう時、頼もしいんですよね。 何なんでしょう不思議ですね。まあ、奴は僕がしっかりね、障害罪と民事であの罰則を与えましたので、ご安心ください。世界の平和は保たれたお疲れ様でした